いたたたたたた、な、何も痛くない。そんな人いる？そんな人いる？痛くないのに、いたたたたたとか言う人さ、いなくね？ここにいた。一世のせ、こんにちは、ひまひまです。今回はですね、今日は、みんな大好きドラッグストアで1万円分大量に購入してきたので、その購入品を紹介していきたいと思います。では早速やっていきましょう。レッツゴー。では早速ね、いっぱいね、紹介していきたいんだけど、なんかわかんないんだけど、ママと、ちょっとさ、ドラッグストアで購入品でも紹介したいからさ、こう、買ってこっかーって言ったら、なんか1万円買ってて、え？みたいな、レジで、2人で、えぇ？みたいになって、帰ってきました。じゃあね、1個ずつ出していきたいと思います。本当に、普段から使うものもあれば、新しく買ったものもあるから、ちょっと皆さんこれは注目だよ。では1個目はこちら。じゃーん！化粧水の白順。私ね、化粧水はいつもこれ使ってるのね。なんでこれがいいかというと、前も言ったんだけど、めちゃくちゃ肌が白いアイドルの子がいて、その方に何使ってるんですかって言ったら白順って言ってて、もう即買いましたね。やっぱね、そういうの実行だから。そう、すぐ実行。今さ、本とかも先輩に最近 LINE で、どういう本が勉強になるんですかって聞いたのね。でさ、言われたものをさ、マジ2秒でパパにお願いして Amazon で買ってもらった。でも難しすぎてまだ9ページ3日で頑張ります。でちなみにこれしっとりタイプとさっぱりタイプがあるんだけど、いつも白順はしっとりタイプで、もう一個ね合わせて使ってるものがあって、それがこちら、じゃん、メラノ CC の化粧水で、これもそのアイドルの方がいいって言ってたから買ってみた。でそっからずっと使ってるんだけど、これはしっとりタイプじゃなくて普通のやつ。しっとりタイプもあるんだけど、なんかしっとりしっとりしすぎたらなんか嫌でベタベタして、だからしっとりとさっぱりで一応バランスをこう均等にとってるって感じ。でもね、今本当に乾燥肌なのね。だから結構保湿しないと次の日バサバサみたいな。だからめっちゃ保湿して寝ますいつも。え、みんなも一緒？次はこちら、じゃーん、噛めば噛むほど、あー牛タン。ほんとかよ。これね、大豆で作ったんだって。ほんとかよっていうね。で、これすごいなんか良くて、カロリーは89キロカロリーであんまりないし、糖質も 7.2。だから言うてないのよ。まあ、大豆だから。食べてみます。ほんとに牛タンかっていうね。こういう感じ。なんか確かに見た目は牛タン。まあ、結構牛タンオタクだから、厳しいよ。いただきます。主食とか言ってこんな食べる人いないよね。おいしい。なんかそりゃさ、本物の牛タンかって言ったらそうじゃないから、まあ牛タンじゃない、うん、牛タンじゃないよ。なんだけど味は普通に美味しいビーフジャーキーって感じの味だし、食感は確かに5ミリぐらい牛タンかなっていう。ハラミって言われたらハラミだし、まあ、牛タンって言われたら牛タンイコール美味しいって感じ。え、いいやん。次、じゃーん、ビオレ UV アクアリッチアクアプロテクトローション。これスーピタっていうさ、よく言うさ、その水槽パック UV っていうらしくて、水みたいな日焼け止めなのね。顔と体用なんだけど、スーパーウォータープルーフなんだってさ。私めちゃめちゃ好きで、ずっと使ってるんだけど、体用ね。顔はいつもね、またちょっと違うスキンアクアの紫はみんなが使ってるやつね。あれを使ってるんだけど、これは本当に水みたいだから、ベタベタしないの。だから日焼け止めのベタベタが嫌な子めちゃくちゃいると思うんだけど、これがね一番いいよ。ほら、水でしょこういう感じで。で、これこうやって塗ると、スーって溶けていくのよ。ほら。で、もうほんと、今日塗ってないから塗るね。今から外出るから。そう、こんな感じで塗れば、もうスーって入り込んでいくんだよね。だから、ベタベタ感とかも一切残んないし、なんなら水を、こう、腕に塗ってる感覚。だからもう全く嫌じゃないのよ。なんかそう、今、林間学校でカヤックをしたのね。すごい水の照り返しもあって、めちゃめちゃ焼ける中で、頑張って、もう本当に日焼け対策をしまくって、日焼けをしなかったんですよ。で、しかもハワイでも、海入って、で頑張って焼けないようにしたし、それこそ青いクロッカスはどこに咲くの撮影でも海行ったのに頑張って日焼けしないようにしたんだけど、それぐらい日焼けを防ぐマニアなの。なのに私としたことが失態をしでかしまして、なんとね、
塗ってたは塗ってたんだけど、手の甲に塗ってなかったのね。もう手の甲とかも眼中になかったわけ。腕さえ焼けなきゃいいや的な。でも実際腕は本当に焼けなくて、ほぼ外に出した割にはね。そしたらなんと私の手の甲、ここと全く色が違うの。わかるかな。ちょっとわかりづらいね。ここが頑張って白くしたんだけど、ここだけわかる茶色のここが。こんなに手の甲と腕の色が違うのよ。もう最悪。もう最悪よ。手の甲めちゃくちゃ黒いやんみたいな思ってから、ずっと手の甲が黒く見えてきて嫌になってます。パンダみたいで。なんなんだろう。でも、いい感じでしょ？いい感じかどうかわかんないけど。次。じゃん！こちら。これも水感エッセンスのビオレ UV アクアリッチウォータリーエッセンスなんだけど、これはママの日焼け止め。なんかね、ほんと人によって使う日焼け止めが違うんだけど。でもこれもビオレのやつだね。なんか撮影中に塗り直したから、ちょっとペタペタしてて。ちょっとこれあげるね。暑い人みたいだけどめっちゃ涼しいよ、ここ。次。次はこちら。じゃーん！なんと、アンドハニーのね、ヘアオイルはね、こうやって詰め替えで売ってたの！いつもね、そう、ヒマは、このアンドハニーのメルティーモイストリペアっていうのを使ってて、いっぱいさ、アンドハニーって色があると思うんだけど、そのピンクを使ってたの。シャンプーのトリートメントもこのピンクを使ってて、で、オイルもこれを使ってたの。で、シャンプーリンスはこうやって売ってるから、詰め替えが買ってたんだけど、オイルだけ売ってなくて、これを毎回買ってたの、この箱。だからこの箱が増えていくみたいな。まあ捨ててたけど、終わったら。で、これ1400円とかなんだよね、多分。なんだけど、なんと、詰め替えが売ってたの！で、しかもこれ1000円。400円安い。容器400円すんの？みたいな。可愛い容器だから仕方がないんだけど、売ってたのね。そう、だから売ってるからみんなもぜひあのね、これ使ってる子は、これを使ってみてください。本当にいいよ。ただ、髪が細くて軽いとか、髪の量自体が少ないからちょっとペタってなりやすいっていう人はあんまり良くないかも。なんかヒマみたいにもうゴワゴワというか、もうほんと剛毛で、もう量も多いみたいな子はすごくいいと思う。感じの、重い感じのね、オイルです。整列してて可愛い。可愛い。あんま可愛くないけど。まあ、でも確かにこうやってったら可愛い。色がなんか三原色みたいで。色の三原色ってあったよね、美術。ね、私あれ好きじゃなかった。美術のテスト本当に好きじゃなかった。けどなんか高得点も取れちゃうの。美術は。なんか美術はさ、知識問題だったから誰でも取れんだよね。でも今ね、高校になったら美術ないから、まあやりたい気持ちもありますけど。はい。あれちょっと嫌だったな。難しかった。そんな方は置いといて次。おいーちょっと待って。抜けることある？じゃん！シカのデイリースージングマスクですね。これは普通にシカパックで30枚セットかな。30枚入りのこのシカパックなんだけど、毎日パックを使ってて、なんかね、1枚1枚個別で入ってて、で、それが10枚あって、1パックっていうパックを使ってるんだけど、個包装のパックをさ、毎日のように使うとちょっともったいなくて、だから大切な撮影の前とかはそれを使うんだけど、それ以外はちょっとね、大容量のやつを使いたくて、だからこの大容量のシカパックを買ってます。買ってますっていうか、初めて買ったけど。大容量のパックはいろんなの試してるんだけど、その試してる中で、ちょっと新しくシカを買ってみました。まあ、こういう感じでピンセットもついてて、一枚一枚衛生的に取れる感じになってます。でもやっぱね、保存量とかがね、多いらしいのよ。こう30枚セットってどうしてもね。だからやっぱり、保存量がなくていいのは、個包装だから、まあ、どっちがいいかって言われるとわかんないけど、まあ、パックをしないよりはね、私はいいって思ってるから、そうだからパックを買いました。てか、毎日パックしないとなんかわかんないけど、気が済まないようになってきちゃって、マジ今将来どうなってるんだろうなって、最近思ってる。次。じゃん。まつげ美容液。これね、ママがね、使ってるんだけど、なんかすっごいね、なんかすんごい伸びるらしいよ。え、今もね、使ってるんだけど、これじゃない、まつげ美容液を使ってるんだけど、まだ4日しか使ってなくて。3日坊主のせいだよね。スレッズも始めたのにさ、もし4日しか出してなかった気がする。だから頑張ろう。次。これね、新しく買ってみたの。何かというと、オルビスのエッセンスインヘアミルク。さっき紹介したこの洗い流さないヘアオイルとまあ一緒、ほぼ一緒の役目なんだけど、これミルクなんだよ。こういう感じのヘアミルクで、これヘアミルクも使う人の特徴として、やっぱりその髪の量が多かったりとか、髪がね、すごくしっかりしてる人が向いてるらしいの、ヘアミルクって。でもなんかすごいしっとりするから、良い。
って聞いて買いました。で、あとねこれねすごいいいらしくて、なんかベスコスの1位を取ってたらしいのね、ヘアオイル部門みたいなやつで、だからちょっと信頼性があって買いました。ほんとあれ貼ってあるとね買っちゃう。次がじゃーん、これがキャンメイクのグローフルールチークス02番、チークですね。そう、今もずっとツヤがね出るらしいの。私マット肌っていうよりはツヤ肌にしたくて、ずっとで結構ラメが入ったねチークとかも使ってたり、まあ、ハイライトもこのほっぺっていうかここにつけてたりもするぐらいツヤにしたくて、なのでこういうツヤ肌用のチークにしました。かわいい。あとチークは本当にこだわりないの。まあ、こだわりって言ったら強いて言うならそのラメが入ってるチークが良くて、あのラメの入ったチークを使ってるんだけど、本当に4年前ぐらいに買ったキャンメイクのチークを今でもずっと使ってて、でもなんかねそれがさ底見えしないからずっと使えるわけよ。なんかわかんないけどずっと使ってて、本当にそれしか使ったことないぐらいの勢いで、からちょっと新しく、まあ、それとこれを一緒に使おうかなと思って買いました。前にもねこのキャンメイクのチーク買ったことがあったんだけど、あれねラメが入ってなくて結局ママにあげちゃったんだよね。だからラメが入っててよかった、ラメが入っててよかったっていうか、ラメが入ってるものを選んだんだけどね。はい、で最後はこちら、じゃじゃーん、これは、まあ、カラコンだったりコンタクト用の目薬ですね。装着液としても使えるし、装着中もこうやって普通に目薬として使えます。もういや、これ本当に目薬なくすの早すぎて、すぐなくしちゃうの、ちっちゃいから。で、多分2個ぐらい今まででなくしてきたの、本当。でも言うて最近は全然なくしてないからあれだけど、でもマネージャーさんにも2個持っててもらってて自分でも1個2個持ってて、でこれでしょ、だからもう多分これ8個は9個目なのね。結構これに貢献してるぐらいこれを使ってるんだけど、そうそう、でもこれがねちょうどねなくなってきちゃったので、まあ新しく買いました。可愛いでしょ、ピンクで。結構カラコンとかつけてる子はみんなこれ使ってると思う。はい、というわけでこれで以上でーす。結構やっぱ1万円ってさ、あっという間だよね。だいたいまあこういうパックとか2200円とかだしさ、こういう化粧水1000円1000円みたいな感じだから結構あっという間でした。でもね、あのこうやって使うものも変えたし、まあ、これからね秋に向けてだとか、まあ垢抜けをしていくためのこういうねトリートメントとかメイクチークとか変えたし、もう満足です。みんなもねぜひあの ベテラン商品じゃなくてリピ買い商品あったら教えてくれると嬉しいです。では次回のひめひめチャンネルもお楽しみに。バイバーイ。次はみんなどこで爆買いをしてもらいたいですか？いや、ちょっとその爆買いするためにはパパとママにひまがお願いしに行きます。お願いってね、多分ダメって言われるけど、まあやってみます。ドラッグストアで超大量購入品を紹介していきたいと。ドラッグストアじゃないもんね、ドラッグストアの購入品だね。もう一回もう一回。というわけで今回はみんな大好きドラッグストアでピンクスリー